中学時代の2人のシーンは音楽も青春っぽくて、岩井俊二監督の 花とアリスを彷彿させたのですけれども、中学時代のシーンの撮影で心がけたことはありますか？一番はやはりあの物語の途中で一気にトーンが変わるというか、これはその避難所とかで話していた時に、やっぱ過去の思い出って何気ない思い出でもすごいなんか鮮やかに今だと思えるみたいな言葉を聞いたんですね。そうなった時に差をつける意味でも、その中学とかその階層のシーンに関しては、まあ色味であったりとか、そういったものをとにかく鮮やかで、ちょっとノスタルジックじゃないですけど、その二極性を出すためにまず絵的な部分ではまあかなり爽やかだったりとか、ちょっとトーンを違うような形で撮っていきました。で、2人のそのやり取りに関しては、徐々にこの距離感が近づいていくみたいな感じを出したかったので、例えば座る位置が最初と最後では全然距離が違っているだったりとか、そういった距離感をとにかく大事にしていこうっていうのを考えて2人にはいて、あとはまあ2人になるべく自由な演技をさせるようにして、割とリアルなその会話だったりとか、一応セリフでこういうことを言ってほしいけど、その脚本通りには演じなくていいと。なのでその言葉はなるべく自分たちの言葉でやるようにして、リアルなその若い言葉を使ってもらえるようにしましたね。で、海辺で遊んでるシーンはもう本当に自由演技というか、こういう感じのやつをやってほしいっていうのを言った後は、1時間ぐらい本当にほっといて、それをリアルに回して撮ってるみたいな感じでやってました。海外の映画祭にも選ばれているそうなんですけれども、各地の反応などを教えてください。そうですね、まず一番最初がこれかな、ロンドンで、これは上岡さんが撮った賞なんですけど、上演女優賞ですね、はい、で上岡さんの場合はやはりその演技自体がとても良かったというのもありますし、どうしても難しい演技だと思うんですよ。もう死んじゃってる役でもありますし、ただその言葉がやはりその主人公の心の中にはずっと残っているというところで、割とその表情で見せなきゃいけない演技とかもかなりあったので、そういった細かいところを彼女はちゃんと噛み砕いて演じてもらえたので、それがまあ海外の方から見てもやはりいい演技だっていうので評価を得たんだと思ってます。ここら辺がニースで、これ作品賞で、これもハリウッドのスタジオで撮ったやつですね。でハリウッド、もう一個がテキサスですね。これこの間来たやつ、テキサスで、大体まあ作品自体にもらった賞なので、作品自体は海外の人って実は 3.11 をあまりやっぱ知らないんですよ。それは行ってみて初めて知ったんですけど、なのでどちらかというとその王道的なその人の心の動きだったりとか、その大切な人を思う心だったりとか、ある意味だからいい意味で昔ながらの日本映画の良さを出してるなっていうのを言っていただいて、あとは映像の、まあ、美しい映像と音に今回は結構こだわっていたので、そういった部分の全体的に何かを考えさせられる、絵から感じられるものが結構あったから、そういったところは非常にいいなっていう意見をいただいた一方で、もともとこの映画は震災の映像を一切使ってない編集だったんですね、その海外に出た時も。ただそのやはり 3.11 をさっき知らないっていう話をしましたけど、海外の人から見るとこれが要はディザスタームービーだっていうのはわからないと、要は何があってこういう風になったかっていうのはいまいちピンとこないっていうのは言われたんですね。なので途中に10秒ぐらいだけ、震災の映像を入れてもう一回海外に出したら、そしたら一気にそのノミネートが上がっていったというか、一気にそのやっぱメッセージ性が伝わるようになったので、そういった面ではやっぱ海外に出したことでよりこの作品が人に伝わりやすくなったりだったりとか、その訴求することが逆に明確になったっていうのはあったので、それは僕としてはすごい勉強になったことです。あの瓦礫のシーンとかは事前に撮っていたんですか？僕があれは現地でボランティアしている時に撮らせていただいたやつで、それもなかなかやっぱ映像撮ったりするのって結構ご法度というかダメなことで、僕もボランティアしている時って
あの映像に関わっていることを一切言わなかったんですよ、最初は。まあ、なんか仲良くなっていって、その現地の方だったと。で、まあ実は映像やってるんだよね、みたいな話を、ポロッとした時に、あ、だったら撮りなよっていう話をしてくれて、あの、ちゃんと伝える意味で残すことっていうのはすごい大事なことだから、そういう思いを持ってきてくれてる君だったら撮ってもいいと思うから、そういう場合はもうどんどん撮って逆に発信してくれっていうのを言われたんですよ。なのでその時用に、まあ、その表立って発信するというよりかはその身内、その時まだ会社員だったので、例えば会社の人に見せてこういう状態だったから空いてる時に例えばボランティア行ってよとか、そういう宣伝はできるので、それ用に撮っといた映像ですね。本作で特に注目してもらいたい部分はありますか？やはりその映像、今回その絵で伝わる、あとは音で伝わる、そのどちらかというと視覚聴覚と、まあ、五感に訴える作品にしたいなと思っていたので、その日常のありふれたものも大切なことだったりとか、でもちろんその作品全体を通してはその震災からどう立ち直るかとか、そういったものを描いてますので、この2021年で10年目を迎えるので、その時にもう一度あの時の気持ちというか、みんなが支え合って誰かのことを思ってみんなが協力して、そういった人間としては非常にいいサイクルだったと思うんですよ。助け合いの精神であったりとか、誰かを思うっていうのは、それは今の時代、そのコロナで今大変なことになってますけど、そういった時代にも通じるものだと思いますので、映像、音、あとは作品全体を通したメッセージから、そういったものをいろいろ感じてもらって、何か今後の生活の中で、ちょっとしたことの大切さっていうのをもっと大事にしてもらいたいなっていう、そういうものを受け取ってもらえれば僕は嬉しいなと。重複しちゃうかもしれないんですけど、東京ボーダース TV をご覧の皆さんにメッセージをお願いします。監督の清水です。今回漂流ポストに関しては震災10年目というところもありますし、今の大変な時期にも、伝わるその人間の大切な人を思ったり、誰かに対して優しさだったりとか、そういったものを考えさせられる作品に、僕はなっていると思いますので、ぜひこの作品を見てですね、日常の大切さだったりとか、大切な人の顔を思い浮かべて、何かしら次の日につながるようなものにを感じてもらえれば嬉しいと思っております。で震災10年目になりますので、もう一度ですね、あの当時のことを思い出していただいて、今後の生活につながるようになっていければいいなと思っております。ぜひご覧になってください。よろしくお願いいたします。タイムカプセル？そう、お互いに手紙を書くの。てっきり飛び降りようとしてるんだと思った。ねえ、このことは大丈夫、二人の秘密。その代わりちょっと付き合ってくれない？一歩踏み出すことは忘れることにつながりそうで怖いんです。大切な人との突然の別れで伝えることができず、行き場をなくしてしまった人たちの思いです。いるあなたが一歩踏み出せることを相手はきっと望んでます。
Tokyo Borderless TV